はい、どうも、こんだろうですっていうわけなんですけどもね。はい。いや、今回はですね、こうたろうチャンネルで、こうたろうの山小屋ですね、山小屋のセカンドチャンネルの方が初のですね、はい、改まったゲスト、三角スタンドのですね、店主と、はい、アルバイト、アルバイト、従業員 A、従業員 A、アルバイトの話に従業員 A の、はい、もじゃまる夫妻にね、はい、遊びに来ていただきました。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。こんにちは、お邪魔します。お願いいたします。お願いします。というね、あ、そうですね、先軽く自己紹介をあ、はい、はい、ありがとうございます。登山 YouTuber を配信していて、はい、伊豆の修善寺というところでアウトドアショップ三角スタンドを、運営しております。もじゃまると申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もじゃまるですね。はい、まあ、僕はこうやって先頭だってやってるんですけど、うん、僕は従業員 A なんでね、本当はこっちが話すべきなんですけど、いやいや、はい、役割が出来やすい。そうなんですよ、もう口が達者なんてね、バランスが後ろでつねられてたんでね、言うしかないなと思って。ないよ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ですね、今回のテーマなんですけども、はい、初めて、まあ、行った山ですね。はい、はい、ちゃんとまあ、登山らしい登山っていうのを、めちゃくちゃちゃんとしたテーマじゃないですか。そう、ちゃんとしたテーマなんですよ。このコウタロの山を越えてそんなちゃんとしたテーマあるんですか。いや、ほぼゼロですね。初めてちゃんとしたテーマ。なんで初めてゲストで初めての試みやってるんですか。いや、なんかまあまあ、やなんかちょっとお聞かせ願えたらなあ。いや、もうもちろんです、はい、もうありがとうございます。初めての山の、はい、なんかまあ、そういうギャップとかね、思ってたのと違ったとか、印象的なこととか、まあ、ちょっと失敗したこととか、はい、なんかお聞かせ願えたらなと思いまして。分かりました。どっちからいきますか。はい、おじゃくんから言って。はい、で僕はね、大学生の時なんですよ、実は初登山って。はい、はい、はい、まあ、登山と言えるか分かんないですけど、まあ、二条山とか、二条じゃない、天保山っていう、すごい丘みたいな、登山と言えないっす、言えないことはあったんですけど、はい、まあ、もう本格的な登山っていうのは実は大学生の時に、はい、富士山に初めて登ったんですよ。はい、で、まあ、富士山登る前にちゃんと僕はちょっと怖がりなんで、モンベルに行ってね、ちゃんと装備を揃えた、装備揃えて、ほんですごい親身になって、はい、まあ、学生でお金ないって伝えてたんですよ、初めに。買えないって、ほぼ買えないんで、ほんまに必要なやつだけ教えてくださいみたいな感じで言ったら、これだけはあった方がいいよ。でそれを買ったんですよ。で登りに行って、で、まあ、もう快適やったんですよね。ああ、まあね、はい、登山ショップのおすすめする店やったら、もう最低限の。でも山頂でやっぱり感動したのは、今までその登って一番僕の人生の中で高い場所っていうのが通天閣やったんですよ。ああ、200何メーターの1,2,3 なんですよ、123メーター。あ、123メーター、大阪市やん、適当なこと言ってもらって200何メーターの123メーターが最高やったんですけど、はい、富士山って3700ぐらいあるじゃないですか。3770かなんかあったと思うんですけど、はい、もう圧倒的に雲の上なんですよね。こんな景色、歩いて登れるって、なんか自分のそのポテンシャルもびっくりしましたし、そこから見る、まあ、日本一高い場所なんで、なんだこの高揚感はみたいな。天気良かったんだ。天気良かった。あー、ついてますね。ご来光でちょっと泣きそうになったんですよ、もう。おお、すごいですね。で、今やったらあんまりいらないですけど、その当時はもうなんか酸素とかみたいに吸いまくって、あ、怖い、酸素感とか怖いからね、はい、めっちゃ怖がりやん。そういうこともあったんですよ、もう、はい、あ、ちょっとしんどい、酸素吸わないみたいな感じだったりとか、いろいろ経て山頂ついた時、ちょっと本当になんか泣きそうになって、で、そういうエピソードも含めて、後日そのモンベルに報告しに行ったんですよ。はい、いや、もうこういうので、本当にちゃんと教えてもらった通りやったら、楽しく登れましたって言ったら、はい、じゃあうちちょっと今アルバイト募集してる子供も働けんかって言われて、急展開や。漫画並みの急展開。でもなんかそういう体験をお客さんにもぜひ伝えてほしいって言われて、なるほどですね。そうなんです。だからそれを言われて、なんかもうすごい自分の中に響いて、うわ、こういうの仕事にするの素敵だなと思って。え、それは何、どれぐらいのトークでそれを決断したわけなんですか。一時間どっかの部屋連れてかれて1時間ぐらいこうして、あ、違う、普通にもう店頭で、ありがとうございましたこの間って言ったら、その担当の方いらっしゃったんで言ったら、はいはい、あ、よかったねみたいな感じ で今ちょっとうち、もしよかったら働けんって言われて、じゃあ後日エントリーシート持っていきますよみたいな感じで。じゃあもう本当に二言三言みたいなこと話。そうそう、僕的にはそのお誘いがすごい嬉しかったんですよ。なんかそのプロの方に、
誘っていただいて、興味もあったし、わこれいいなみたいな。まあ、でもそこまでピュアな反応って逆にね、もう登山長く続けてるとなくなっちゃうから、その新鮮なのを伝えてほしかったかもね。めっちゃいい、ね、いい子やったんでしょうね。そんななかなかそんな、いや今もいい子やったじゃん、今もいい子やったじゃん、いい子やったじゃん、今はどうやみたいな。そんなちょっと今の悪いですよね。じゃあその時のちょっと開けちゃおう、いいです。あ、これ言ってみましょう。はい、まあ一応これ、あの、そうだな、ここで言う、ここで言う。ちょっと今これやれたら、こう反応、反応言うとかなので、そんな、大丈夫、大丈夫。あ、という、あ、いい子やったんですね。マレちゃん、はい、あ、いいんですか、もう今の終わりでいいですか。今の終わりにしてください。長くなっちゃう、長くなっちゃう。すみません。私は、はい、北海道にもともと住んでまして、はい、そうですね。そうですね。で、うん、北海道で、高校から山岳部に入ったんですけども、一番最初は、本当の一番最初はもうそういう、あのもんじゃくんが言ったような、こう地域の人がお散歩で登るような山に行くんですよ、体験みたいな感じで、うんうん、なんですけど、その次に行ったのが、うん、あの十勝岳の雪渓歩き。うわすごいな、十勝か。もう衝撃でしたね。まあ、平地はもう雪ないんですよ、その時期、うんうん、なんですけど、ゴールデンウィークとかに行くんですよ。あ、でその時にもう雪渓歩き北海道で必須なんで、うん、まあ、一番最初に練習するんですよ。だから十勝だけって言っても山頂まで行くんじゃなくて、もう下の方のなんていうか200メートルぐらいのところを、うん、とにかくキックステップで雪蹴り込んで、道ないから練習をする。そうですね、そこを蹴り込んで上がっては下ろされて、また上がって下ろされてみたいな、やって、いやもう本当にしんどかったんですよ。私それまで運動部とかやったことないし、吹奏楽部やったもんな。そう、一緒に入った子はみんなもともと運動部だったんで、みんな割とちょっとこう体力ある感じだったんで、落ちこぼれ的ポジションやったんやん。じゃあ落ちこぼれではないけどね、そこは違う。まあプライドがある、まあ、プライドがある。落ちこぼれではないけど、そんな感じの違う、落ちこぼれじゃないんです。落ちこぼれではないけど、違う、まあ、きつかったですね。めちゃめちゃきつくて、もうその一瞬でね、山岳部なんで入ったんやろって思ったんですけど、こんなんやるために入ったんじゃないっていう、その誘われた時はもうね、いっぱい綺麗な景色見せてもらって、あ、いやいや、このとこ行けるよみたいな、そうそう、こういうのを見るために入ったのに、ギャップを感じたのねって思って、めっちゃしんどかったんですけど、その練習の、まあ、そ若いじゃないですか、高校生って、うんうんうん、すぐ体力つくんじゃないですか。だからその練習を経て、こうゴールデンウィーク期間中いろんな山連れてってもらって、で次の週とか登った時めっちゃ楽だったんで、ああもうやっぱ練習って大事なんだなっていうのはすごい感じ、成長を感じましたね。そうですね、登山って登れば登るほど楽になっていきますもんね。あ、そう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 、あ、回数を重ねればね、ねえ、今も呼吸しなくてもいいぐらいですもんね。いや無呼吸無酸素じゃないし、無酸素、無呼吸、呼吸やばやってみたこともない、すごいな。すいません、なんか変なぶっこんじゃって。いやいや、いいですよ、いいですよ。後で、あの、筆談で謝ります。筆談で。談すいませんでした。絶好調やな、今日。いや、そういう場合ですね。わかりました。よかったね。いや、まあまあまあ。はい、高太郎さんどうですか。あ、僕ですか。なんか僕回してるやん、あかんか。いやいや、いいじゃないですか。いいんですか。高太郎さんどうですか。いや、俺の話しましょうかよ、お前に。いや、俺の話で。じゃあ、俺の話で。爪痕残しますね。自分のチャンネル、自分のチャンネルやん。自分のチャンネルやん。いや、僕の話で言うと、僕だから、あの、登山とかめちゃあのなんですよ、太ってたし、まあ、今とあんま体重変わらんから、その時めっちゃ太ってたんで、はい、で、飲み歩いてばっかりだったんですよ。あ、飲み歩いてばっかりで、運動とかもそれこそ、高校から全然やってない、34の時に始めたから、はい、高校で3年、17年間か、お、全然運動もせえへんかって、どうしようかな、はい、まあ、登山とかいいんちゃうか、ハイキングみたいな、はいはいはい、ハイキングは、その時も富士山とかそんな絶対来てないよ、そんなしんどい、本当にしんどいと、ちょっと歩く自然の中ちょっと歩くだけねとにかくもうちょっとでええねんって感じ、絶対俺富士山行かんぞみたいな。でも山やりたいんで、で、まあ、ワークブーツを、はい、ワークブーツで、はい、その時ね、会社の同僚に中国人がの方がおったんですよ、はい、でその人と、ほんなら行くとか言って、小太郎さん行くとか言って、ああ行きましょうかって言って、被災地ハイキングコースっていう、おー、ああ知ってます、知ってます、被災地、はい、はい、ちょっと平方の方ですよね。そうそう、うん、そう、平方の方の片野っていうところなんですけど、うん、はいはい、その片野の方で小学校の時に遠足って毎回冬の体感ある公開みたいなのが、はいはい、毎週6年間毎回コースは違えど行くんで、はい、その時思い出して、あ、そこやったら行ったことあるからなと思って、はい、行ったのが
きっかけですね。へえ。で、まあ、歩いてて気持ちいいなって、でその後にだんだんなんかね、この山行きたい、あの関西っていっぱい電車で行ける低山がいっぱい、あります、ね、確かに、うん、公共交通で行けるんですよね、あそこ関西って、ね、そうそうそう、すぐに、うん、だからまあそれで、あ次行こう、まあ行こうか、あ次でも 1000m 超えたいな、金剛山行こうかって、金剛山来たら次アルプス行きたいな、アルプス行って、次富士山行きたいな、どん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 富士山行きたいな、絶対富士山登らない宣言で、はい、その登山始めたけども、はい、まあ、欲が出てきてみたいな感じ で、まさかさっきの言うみたいな、かだんだん体力ついてきて自信も出てきてみたいなことですね。あ多分そうでしょうね、うん、上を求めるんでしょうね、かっこいいっすね、あ上も山潜りやしね、あそう、ほんでまさか話したんですか、すごい、何もしてねっていう感じですね、はい、すごい、まあ、お後がよろしいようで、お後がよろしいようで、まあ何しか、まあ、そうですね、登山もう結構でも年齢的に僕らよりも上の方から登山始めるって人もそうですね、確かに多いですね、多いですよね、本当にあのお子さんの子育てがこうね一段落というか、うん、もう手がかからなくなったから自分の時間持ててとか、うん、定年を機にとかね、いう方も多いですしね、確かにそうですね、そういう意味ではちょっと早めにスタートしましたよね、みんなね、はい、高校からですもんね、そうですね、高校から一番人生で体力ある時から、確かにそうです ね、 ですね、だからもう高校の時はほんと結構なんていうか登れば登るほど余裕みたいな、今はもうちょっと頑張らないといけないなって感じ、もう来てるわ、もうこれ、どうなってんの、あれそんな感じか、なんかまあ、あの真面目にやってないからやと思う、真面目にやってないなんか時間がね、そういう意味だし、お仕事の時間とかもあるし、まあ、トレーニング、そのなんか設計が登って降りてみたいなのやってないもんね、あそうそうそう、だから高校生の時はもう日常的にもある程度運動してるし、でインハイ3年出たんですよ、インターハイ、あそうですか、登山の3年出た、 3年間連続出てたんですよ、出場したんですよ、あすごいじゃないですか、全国大会にね、登山エリートってな自称言ってんねんな、まあ、高校まではエリートや、でも大学で何もやってなかった、燃え尽き症候群です燃え尽いてない、大学逆に気になる、何やってたんですか、大学は普通に遊びのスノーボードのサークルとか入ってワイワイしてるだけでした、あなんかあの私が高校卒業する直前ぐらいに、はい、大学生の山岳部が遭難するとか、なんか事故に遭うみたいなのが相次いだんですよ、でそれでも大学では絶対山岳部入りたくないと思って、ちょっと怖くなっちゃったな、顧問の先生つかないで、なんかみんな自己判断でやってるんやろうなと思って、うん、そんなん怖いから絶対やらんとか思って、あ、まあ、確かにな、でなんか緩いサークルみたいのなかったんで、はい、もう別のやつやってました、危機管理意識すごいですね、いや山怖いって聞いてた、ね、いやまあでもやっぱ登山者の人って結構そういう方多くないですか、なんかこう臆病で、あなんかこういうの起きたらどうしようって考えちゃう、まあ考えますね、結構多いですよね、そういう方の方がなんか、うん、多い気がしますね、全体的に何回も言ってんで大畑なんで3回言っちゃいましたけど、ね、分かりました、じゃあ、まあ、そんな感じでね、お二人の、貴重なお話を、ね、貴重でしたよ、貴重者の始めた、じゃあ後であのちょブログにまとめておきますね、まあ、貴重な話ブログにまとめとってね、はい、なんか流し方すごいっていう感じで、終わりたいと思います、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ、まあ、そんな感じでほなさいなら。